ハーレーリーランドレース、1943年4月11日隊は、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ミズーリ州、クイットマン出身。ハンサムハーレーレースと名乗っていたことから、日本では、美獣なる異名をつけられ、通算8回、実質7回にわたって、世界ヘビー級王座を獲得した身から、ミスタープロレスとも呼ばれた。子供の頃からプロレスラーを志し、ポーランドの伝説的レスラーだったスタニスラウス・ズビスコと彼の弟ラディック・ズビスコのコーチを受けて、サーカスなどに出場するカーニバルレスラーとして15歳でデビュー。腕自慢の素人など、観客から挑戦者を募って勝負するカーニバルレスリングにおいて、州との実戦経験を積んだ後、ミズーリ州セントジョセフのプロモーターだったグスト・カラスの仲介で1960年より通常のプロレス界に進出。1960年代前半はジャック・ロングと名乗り、ジョニー・ロングとのロングブラザーズとして、テネシーのミッドアメリカ地区などで活動した。その後、ドリー・ファンク・シニアの運営していたテキサス州アマリロのウエスタン・ステーツ地区に出場、後に同地区のブッカーも兼任するようになる。アマリロでは同タイプの先輩レスラーであるラリー・ヘニングとも開講し、1964年8月よりヘニングの主戦場側にヒールのポジションで参戦。1930年代のギャングたちの愛称にあやかり、プリティボーイ・ラリー・ヘニングとハンサム・ハーリー・レースのタッグチームとして活躍。1965年1月30日に、アワ世界タッグ王座をザ・ブルーザー&クラッシャー、リソワスキーから奪取する。以降も、同王座をめぐり、ブルーザー&クラッシャーと抗争を繰り広げた。1968年2月、日本プロレスに初来日。2月26日に、大阪府立体育館において、アメリカでの宿敵リック・ザ・ブルーザーと組み、ジャイアント・ババ&アントニオ・猪木の美穂が保持していたインターナショナルタッグ王座に挑戦した。以降も日本プロレスにたびたび参戦し、1969年12月1日にはドリー・ファンク・シニア、1970年11月の来日時にはジョニー・バレンタインやジン・キニスキーのパートナーとなって猪木&吉村同盟が保持していたアジアタッグ王座に再三挑戦。当時はまだ日本でのネームバリューが低かったこともあり、ババやチョキのシングルタイトルへの挑戦機会はなかったのの、1972年3月13日の宮城県スポーツセンターにおいて、坂口誠二の UN ヘビー級王座に挑戦している。1973年5月24日、本拠地のカンザスシティにおいて、ドリー・ファンク・ジュニアを破り世界ヘビー級王座を獲得。同年7月20日にヒューストンにてジャック・ブリスコに敗れ陥落するも、1977年2月6日にカナダのトロントにおいてテリー・ファンクを下して再び戴冠。以降、ダスティ・ローデスやジャイアント・ババに短期間タイトルを明け渡すも、1981年頃までの象徴として一時代を築いた。彼が通算8回にわたって腰に巻いたのベルトは通称レースモデルと呼ばれ、現在も自身で所持している。また、戴冠中は当時の WWW 界 WWF 王者とのダブルタイトルマッチも3回行われ、1978年1月25日にフロリダのマイアミオレンジボールにてスーパースタービリー・グラハム、1980年9月22日にニューヨークのマディソンスクエアガーデン及び、同年11月7日にセントルイスのキールオーディトリアムにて、ボブ・バックランドとそれぞれの王座をかけて対戦した3試合とも引き分けや反則裁定によりタイトルは移動せず。MSG 定期戦では1978年12月18日にトニー・ガレア、1979年4月30日にスティーブ・トラビス、1979年12月17日には、ローデスを相手にの防衛戦を行っている。1978年12月の試合は、1962年11月のバディ・ロジャース対ドリー・ディクソン以来、16年ぶりに MSG で行われたWWF戦であった。日本では1973年2月より、全日本プロレスを主戦場とし、WWF世界王者となってからも全日本の看板外国人レスラーとして、特別参加の扱いで、再三来日。ババをはじめ、ジャンボ鶴田、タイガー戸口、アブドーラザ・ブッチャー、ミルマス・カラス、ディック・マードックらを挑戦者に、日本でも防衛戦を行った。世界王座から陥落していた1982年には、8月1日に、後楽園ホールにて鶴田から UNF ヘビー級王座を、10月26日に、帯広市総合体育館にて、馬場から、PWF ヘビー級王座をそれぞれ奪取している。年末の世界最強タッグ決定リーグ戦には4回出場しており、1984年にはアワ世界ヘビー級王座に幾度となくついたニック・ボック・ウィンクルとの元世界王者コンビを実現させた。1983年6月10日にはリック・フレアを破ってWWF世界ヘビー級王座への通算7度目の戴冠を果たし、同年11月24日に、フレアの本拠地ノースカロライナ州グリーンズボロにて、奪還されるまで保した、翌1984年3月21日、ニュージーランドにて再びフレアを下したが、レフェリーのカウントが早かったとして、翌22日にはフレアが王者に認定されている。また、共同プロモーターを務めていた、ハート・オブ・アメリカスポーツアトラクションズのWWFセントラルステーツヘビー級王座には1968年から1984年にかけてサニー・マイヤース、ボブ・ガイゲル、モンゴリアン・ストンパー、ボブ・ブラウン、デューイ・ロバートソン、白装ヒギンズらを破り通算9回、セントルイスレスリングクラブのWWFミズーリヘビー級王座には1972年から1985年にかけてパクソン、ジンキニスキー、ドリー・ファイク・ジュニア、ディック・ザ・ブルーザー、デビッド・フォン・エリック、ジェリー・ブラックウェルらを破り通算7回戴冠している。1986年5月、全日本プロレスへの昭和期最後の参戦を経て、WWF に移籍。WWF では元WWF世界王者という肩書きは抹消され、代わりに王冠とケープをまとった、リングの王というギミックのキング・ハーリー・レースを名乗った。これは、WWF世界王座への戴冠歴に触れずに、レースの格にふさわしい扱いをするためのギミックであると、同時に、同じくキングを名乗った、ジェリー・ローラーへの WWF からの当てつけでも、あった、当時のローラーは、反 WWF の急先鋒の一人だった。同年7月14日に開催された、キング・オブ・ザ・リングでは、1回戦で、ジョージ・スティール、準決勝で、ビリー・ジャック・ヘインズ、決勝でペドロ・モラレスを下し、優勝を飾って、キングの称号を、名実ともに、獲得。8月30日には、ヒール陣営の列席のもとリング上で、戴冠式が行われた。翌1987年は、ジャンクヤード・ドッグとの、キング対ドッグの抗争を経て、ハルク・ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に、再三挑戦。以降も、ランディ・サベージやジム・ドゥガンなどを、抗争相手に1989年初頭まで在籍した。WWF ではボビー・ヒーナンをマネージャーに迎え、当時ヒールターンしていたアンドレ・ザ・ジャイアントとも共闘した。WWF 退団後の1989年4月、全日本プロレスに3年ぶりに参戦。これが現役としては最後の来日となり、以降は事実上引退し、WCW でベーダーやレックス・ルガーなどのマネージャーを担当した。交通事故により1995年に正式に引退した後は、ホームタウンのミズーリ州エルドンにて、レスリングアカデミー及び、インディ団体の WLW を主催し、後進の育成に尽力している。日本の団体では、プロレスリングノアが WLW と友好関係を築いており、2010年11月からは、前任者、上樋口の死去に伴い、ノアのフラッグシップタイトルである GHC の管理委員長に就任。以後、多くのノア所属日本人レスラーがレースの元を訪れ、彼が育てている若手選手を指導している。2005年に小橋健太が訪れた際には、レイスが所持するWWF世界ヘビー級ベルトを小橋に与え、後に返還。私はもう、ミスタープロレスではない。これからは彼こそが、ミスタープロレスだとの言葉を投げかけた。レイス曰く、私は長らくプロレスを見てきたが、2004年7月10日に行われた東京ドーム大会の小橋 vs 秋山がベストバウトだ。また、ノアの選手では、レイス夫妻ともども、丸藤聖堂がお気に入りであり、日本の息子と呼んでいる。2004年には、プロレス界での功績を称えて、WWE 殿堂に迎えられた。2006年には、自伝キングオブザリングの日本語訳版が、エンターブレインから出版されており、表紙には、レースモデルのベルトを誇示した、王者時代の写真が使われている。2013年12月7日、プロレスリング、ノアの有明コロシアム大会に立ち会うため、2004年7月10日以来の9年ぶりの来日を果たす。翌2014年1月4日には新日本プロレスの東京ドーム大会、レッスルキングダムにおいて、WWF世界ヘビー級選手権試合の特別立会人を務めた。その際、レイスを挑発したWWF社長のブルース・サープをパンチで殴り倒している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。